はい、ナマステ。このビデオはこの JFND の、行動中心アプローチの、2022年のコースの第5週目のビデオの、後半になりますね。まあ、今週は2本しかビデオを作らない予定なので、これが終わりです。はい、前半のビデオでは、たくさん聞くね、たくさんインプットする、その、やり方、授業の方法についてお話ししました。この2本目の、ビデオでは、少しのアウトプットですね。第二言語習得ではたくさんインプットすることと少しのアウトプットが必要だということを、いつも言っていますけど、その少しのアウトプット、その方法についてお話しします。まあ、ここではよくある例、一番よくある例としてロールプレイですね。ロールプレイについてご紹介します。はい。で、ロールプレイをするときは、必ずですね、まあ、必ずじゃないですけど、でも普通はロールカードっていうものを作るんですね。で、このね、ロールカードっていうのは基本的にはいつもあなたはで始まります。あなたは、はい。あなたは書店で、まあ、本屋さんでね、東北地方の地図を買います。クレジットカードと現金2000円を持っています。できれば、クレジットカードで3600円の地図を買いたいですか？ですが、クレジットカードが使えなかったら現金で1900円の地図を買ってください。レシートももらってください。こういうふうにありますね。で、用意するものとしては、何冊かの地図、複数の地域と価格、まあ、この人は東北地方に行きたいので、それだけじゃなくて、あれですね、関東とかもあってもいいってことですね。値段もね。はい。それから、紙幣、お金ですね。はい。紙のお金、そしてクレジットカードとかレシートとか、そういうものを準備しておきましょうっていうことです。はい。まあ、これがその少しのアウトプットっていうことになりますね。でね、これはね、すいません。先生が、本屋さんの店員をする、そういうつもりでちょっとこれを書きましたので、本屋さんの店員の、店で働く人のロールカードはここにはありません。はい。なんでかっていうと、このコースは、本屋さんで買う人の、ためのコースですよね。はい。そういう授業なので、まあ、本屋さんで働く店員さんの、ロールカードはないわけです。はい。はい。じゃあね、ここでまた、さっきの前半の部分も含めて、復習です。教え方の注意点ですね。まずはやっぱりたくさんのインプットが必要ということです。たくさんのインプットが必要。で、いくつかの会話パターンを準備しておくということですね。会話例が1つだけではダメということです。2つとか3つとか、4つとかね。まあ、今日の、この前半のビデオでは4つの、会話パターンをね、準備しておきました。で、でもね、同じ、同じ内容をね、同じ会話パターンを何回もただ繰り返して聞かせるだけでは、集中もしませんし、面白くないですよね。だから、同じ文を聞かせるごとに、違うタスクを与えるっていうことです。違うタスクを与える。前半のビデオ覚えてますかね。まず最初は、お客さんが地図を買ったかどうか、それに注意して聞いてください。で、2回目はクレジットカードを、使ったかどうか、それに注意して、聞いてください。で、3番目、ちょっと順番違うかもしれませんが、3番目は、現金を使ったかどうか、それに注意して聞いてください。それから一番最初には、何のタスクもない聞き方っていうのもありましたね。そういうふうに、こうやって4種類の、タスクで、まあ、4種類というか、最初は何にもタスクない、その後に3つの、タスクを与えて、全部で4回、聞いたというわけですね。はい。でね、基本は、この文字を見ないで聞くのが一番基本的なパターンなんですけど、だけど、中にはですね、文字を見ないと覚えられないっていうね、そういう人も、まあ、いらっしゃるわけですね。はい。で、そういう人にはもちろん、文字を見せてもいいとは思います。はい。実はね、僕もそうなんですよ。まあ、特にね、ヒンディー語の映画とか見てるときは、すごく簡単なことを言っているのに、
見ればわかるんですよね。ヒンディー語の字幕を見ればわかるのに、それを聞いてるだけだと全然わかんない、そういうことがたくさんあります。まあで、そういうあの聞き取りがね、耳があまり良くない人、そういう人にはこういうあの文字を見せながら教えるのも全然いいと思います。はい、それからですね、この録音とか、あとこういうビデオね、録画をしようっていう時に、なんかね、スタジオを借りてやんなきゃいけないっていう、そういうふうに思っている人もいますけど、そんなことは全然ないです。今も実はね、これ僕が住んでる、アパートの団地なんですよ。はい、でこの後ろの方で電車が今ちょっと通って、あ、もうすぐ電車来るかもしれない、この辺に線路があるんですけどね。はい、でまあそんな感じなので、あ、電車来るかな、もうすぐ。まあちょっとはね、別にあの本当に聞こえないぐらい雑音が入っちゃったらそれはちょっと困りますけど、でもその自然な雑音っていうのはあっても全然構いません。まあなんでかっていうと、その、例えば本屋さんでね、本屋さんってそんな静かかっていうと、シーンとしてる本屋さんってあんまりないですよね。普通はなんか音楽がかかっていたり、あるいは他のお客さんが、まあお客さん同士で話をしていたりとか、そういう雑音はありますから、だからまあこういうビデオを作ったり、それからそのインプット用のね、録音するときにも、全く静かである必要はないと思います。はい、それからですね、この最後の少しのアウトプットのところなんですけど、まあ、できればですね、できればというか、店員のロールは必要がなければ、まあ、必要はないです。店員のロールをやらせる必要はないです。なんでかというと、この授業は、本屋さんで地図が買えるようになるための授業なんですよね。だからその本屋さんで働く店員のロールっていうのは、基本的にはやらせない方がいいです。それは無駄です。はい、だけどでもね、例えばそのこのロールプレイっていうのはね、ペアワークでやることが多いんですよ。ペアワーク、クラスの中で2人で組になって、2人のグループで、お互いに練習するっていうわけですね。1人はお客さん、1人は店員さんで、そういうパターンもあります。まあつまりね、先生が1人で、学習者が1人しかいない、そういう1対1の授業だったら店員のロールなんか絶対やらせてはいけません。だけどクラスでね、やっぱりどうしてもペアワークをやらないとロールプレイができないっていうね、そういうことも中にはあります。でその場合には、まあ店員さんは勉強のためにやるんじゃなくて、相手の練習に付き合うためにやるっていう、それだけです。だから店員さんは別にその会話例にあることを言える必要はないので、スクリプトって言いますけどね、もう言わなければいけないことが全部書いてあって、それをただ読めばいいっていう、そのぐらいのロールカードを、配って、それでやってもらうといいんじゃないかなと思いますね。はい、今電車が通ってますね。はい、はい、でね、参考文献としてはここにこの URL でうるさい、今ね電車が来てるの見えるかな。はい、後ろでね電車が通ってんです。見える？まあいいや、別にいいんですけど。はいはいはい、今電車が通ってます。はい、でね、まああ、間違えちゃった。はい、実際の事業のやり方としては、国際交流基金の丸ごとのね教え方のポイントっていう、そういう資料もありますし、それからビデオね、ビデオでは、やっぱここまでうるさいとちょっと困りますね、ごめんなさい。はい、うるさくてすみません。はい、でね、そのこの、短い URL で、実際の授業の、様子も見ることができます。はい、はい、でね、来週までの課題って書いてありますけど、これはそのね、実はその12月7日までの課題にするはずだったんですけど、7日がね、もう先週の授業で申し上げましたけど、7日がちょっと、お休みになっていますので、12月14日までの、課題になりますけどね。はい、もう皆さんは評価方法を作成済みの行動の教え方を考えると、で入れてほしいことはこの ABC ってありますね。 A は今日の目標、 CDSで大量のインプットですね、まあ、読みの場合は実物の写真とか実際のウェブサイトとかそういうものをたくさん見せる。で会話の場合は実際に近い複数の、つまり1つだけじゃなくて3つとか4つとか、はい、そういう、いくつかの会話例と、複数のタスクということですね。今日ご紹介した中では
4つの会話例と4つのタスクがありました。だから全部で16回聞いたことになりますね。あとそれから少しのアウトプットですね。はい。で、提出は、Google スライドとか PowerPoint とかそういうものでお願いしたいと思います。スライドにしてほしいと思いますね。ただし、私ね、Mac ちょっと持ってなくて、キーノートは開けないので、PowerPoint とか、Google スライドにしていただけると大変ありがたいです。はい。それではですね、また Google Meet でお会いしましょう。失礼します。フィルミレンゲー。